8本目の尾まで封印が解放してしまうと、俺がお前の意識の中に出てくるよう封印式に細工しておいたのさ。成長した息子に会えるのは少し楽しみでもあったから、イーブンってとこかな。四代目火影。どうして四代目火影が俺の名前を？ん？だってお前の名前はさっきも言ったろ、俺の息子だよ。少し別のところに行くよ。息子と別れはいろいろと危険が降りかかるからね。父ちゃん。ん？大人たちはみんな俺のことを冷たい目で見やがるし、友達もなかなかできねえし、だから俺頑張って頑張ってみんなに認めてもらいたくて。あれ、俺、何？ああ、嬉しいんだか腹が立つんだかもうわかんねえってばよ。いろいろ大変だったんだよな、ナルト。すまなかった。いや、もう四代目は火影の息子なんだから我慢する。なぜわざわざそんなことをしたのかには理由がある。特別な力がなければ到底太刀打ちできない。おそらくそいつはまた里を襲う。それじゃあ前にキュービを使って里を襲ったのはペインなのか？いや、違う。ただものじゃないよ。おそらくペインはそいつに利用されているだけだ。違う！ペインはコナに恨みを持ってた。この世に忍びのシステムがある限り平和な秩序はないのかもしれない。大切なものを救おうとすることで戦いが生まれ、ジライア先生を殺したのはペインだが、よくよく考えればそのペインを生み出したこの忍びの世の無秩序が。だからって俺はペインを許せねえ。許すことなんてできねえ。あ、その答えは俺にもわからないよ。エロ仙人や四代目すらわかんなかったことが俺にできるわけねえだろ。それに俺っては本当に本当に俺にそんなこと。どこまで行っても子供を信じてるのが親ってもんだからね。封印を組み直す。だから